こんにちは。本日は、iHerb で購入できる睡眠不足による老化を防ぐアンチエイジングのために取っている食品やサプリメントの商品などをご紹介いたします。PP2 フーズのピーナッツプロテインパウダーです。睡眠不足の状態が続いてしまうと、お肌の調子が良くなかったり、 疲れが取れなくて一日中つらいと感じることは視聴者様も経験がおありだと思いますが実は睡眠というのはそれだけではなく前回までの動画でもご紹介している副腎疲労とも関係し女性ホルモンをはじめとする成長や食欲などに関わる多くのホルモンの正常な分泌を維持するためや認知症の原因の一つとされる 頭の脳の不要な物質であるアミロイド β を毎晩頭からお掃除する時間でもあるためアンチエイジングのためにも睡眠の時間数とともに睡眠の質を上げることがとても大事となりますこのピーナッツプロテインパウダーはピーナッツを粉にして脂肪分を減らす加工したパウダーで 含まれる多くのアミノ酸の一つであるトリプトファンはトリプトファンセロトニンメラトニンという順番でメラトニンという睡眠に重要な頭の脳で分泌される神経ホルモンを作るための材料となりしかもトリプトファンからセロトニンメラトニンへと合成するために必要なマグネシウムとビタミン B6 も含みます。 味はきな粉に似ていますがきな粉よりも脂肪分が少なくピーナッツらしい風味とコクも感じられるため水を加えれば低脂肪なピーナッツバター風としても使えますし。 また、トリプトファンは、腸内の腸内細菌によって、セロトニンに合成されるため、腸内環境を整えるためにも、乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスや、大豆のトリプトファンを含む豆乳ヨーグルトに、ピーナッツプロテインパウダーと、ストレス対策のヤバチョコレートで知られる、 キャバを含むカカオパウダー、トリプトファンなどのアミノ酸が豊富で、ビタミン B6 などのビタミン B 群を含むビール酵母などを混ぜると、なんとなく懐かしいチョコボールのキョロちゃんを思い出す美味しさです。 あとは、腸内細菌の餌になる食物繊維を取るために、以前の動画でご紹介した、大ーツ麦ファイバーとおからパウダーのクッキーに混ぜれば、ピーナッツプロテインパウダー 10g に、その他の粉類も混ぜて、水を加えて、 棒状にしして、カットします。電子レンジ500ワットで4分くらいチンすれば食物繊維たっぷりのピーナッツクッキーココナッツパウダーかココナッツミルクパウダーを加えるのがおいしさのポイントです。 食べるタイミングはメラトニンが朝に太陽の光を感じてから14から16時間後に分泌が高まることからも朝ごはんのあとや午前中の軽食として食べるのがおすすめです飲み物は n ウのマグネシウムイノシトールリラックスレモネードですマグネシウムとイノシトール という脳の神経細胞の働きや脂質の代謝にも関係するビタミン的な成分が入ったパウダーでラカンカとステビアによるノンカロリーの甘さがあり水に溶かすとレモネードの風味のビタン酸のドリンクになります甘さを追加したい時は睡眠のためのサプリメントで有名なアミノ酸のグリシンのパウダーを加えると グリシンはスムーズに睡眠に入るために体の中心温度を調整するとともにお肌に大切なコラーゲンの構成要素でもありますそして寝るときのエッセンシャルオイルとして特に一押しなのがお花の香りのボトルブーケですラベンダーベルガモットイランイランパチョリシダーウッド というリラックス・鎮静作用ののある精油が中心のブレンドです。このほかにもマグネシウムスプレーやマグネシウムのお風呂に入ったりトリプトファンマグネシウムビタミン B6 を含む鰹節をよく食べるなどいろいろ心がけてはいますが。 睡眠の状態を睡眠アプリで測った結果を見ても、まだまだ深い睡眠が取れていないようなので、これからも食べ物、栄養、生活習慣を気をつけつつ、睡眠の改善を心がけていきたいと思っています。本日もごご覧いいたた。だきありがとうございました